11月5日のケリヒメスイーツ。スロットに無料出現とありますね。しかしだ、イベントキャンペーン情報を等々に、なんかそれっぽい更新情報はなく、なんで？まあ12日ここまでが前夜祭だからここまでないってことかい？でも去年と約2週間離れてるって、そして一応新規として謎の編集のとこかな、ドデカウオ爆弾、こちらのマップがとユルプカ強化石の効果がアップ。へえ、これは12日までだからこの期間中に使わないとか、この期間中かつ月曜か金曜がいいんじゃないかな。うん、だから今日は触らずに明日とかがいいかな。そんなもんかな。あとは使い回しステージがありつつ、そろそろアニマ来るかなと思ったけどなかったか。11月5、五神、7つの秘宝を集めて8つ目のお宝をゲットしなくちゃいけないらしいけど、で討伐報酬、討伐ステージか。呪われた空賊たちが登場、バトルに勝っていくとどんどんレベルが上がっていく系だね。お、アニバコインの報酬もあるじゃん。アニバコインめくるとチョコチョココイン、そんなもんかな。まあまあまあ、うん、まあまあまあやっていきましょう。さて、王立秘蔵図書館の1回分お試しガチャが回せてと、そこだけかな。うん、まあ覚醒武器の当たる、あ、当たるカッコかもしれないスロットなんで悪くはないけどって感じだね。まあ取っといてもいいし次に回してもいいし。じゃあまず討伐ステージからやっとこうかな。レッツゴー。レベル900台まで持ってきたいね。アニバコインが出る討伐系はいいね。大冒険の始まりよ。いつも悪くはないけどなんかそこまでって感じの、うん、最近魅力がなくなってきちゃったからね、長くやってると。そういう報酬が入るなら嬉しい。チケットによるドロップ増加はなしと。まあドロップじゃないからね、ここは。終わった後のこういう達成報酬的なもので手に入るからね。お、これ何回でもいける系？一日に数回とかじゃなく、ああ、こっち系か。その方がありがたいね。となると、うまくいけば、前夜祭ステージ回るより、そっちでもアイテム集めきっちゃったら、こっちを回った方が、お得かな？よくやったわ。褒めてあげるわ。それとも一日何回とか回数系？ちょっとよく読んでなかったんで。うん、いいっすね。で、達成報酬が回数。最低何回やればいい？ 18 回。たった18回やるだけで。うん、いいっすね。まあ、ここは、どちらかというと、レベル帯ですよね。これ、なんだよ、ひっどいな。まあね、ピンクダイヤモンド入るから、文句言っちゃいけないんだろうけど、アニバコインとか、このね、アニバ系の報酬が、どのレベル帯でも変わらないっていうのがね、なんだよ、それ。ここでね、多めにもらえるんだったら、うん。一応、金策もできるし、討伐ボスばっかり回っておいた方が、お得かなと思ったんだけど。レッツゴー！なんだ。なんかちょっともったいないですね。
宝船系の討伐はさらっと終わらし、終わらせられませんでした。これは固い系か。ヘラクレスのクリティカルで貫けるか。よし、ここはドロップ増加が一応できるけど、まあ、もったいないんでしません。あとは謎の編集のこちらですね。ここも同じようにペンとか出る感じか。まあ新規アイテムも結構あるんで、ここも同様に新覚醒剣豪だとやりやすいステージかな。結構ライフ数あるからね。あれ、俺ステージ間違えてないよね。うん、ドデカウオ爆弾、なんかあれレイアウト一緒じゃねと思ったから。でも違うか、確か前のもう一つの方の何ウェーブ目かで、あの三角陣形だったよね。うん、たった2ウェーブなんだ。ただその分敵が強いってことかな、ランクが上がってくると。いいね、ウェーブ数が少ないのは嬉しいよ。よくやったわ、褒めてあげるわ。もうちょっとやってみるか。ランク2。大冒険の始まりよ。よいしょ。音がちょっとでかいけども、うん、そこはこっちの調節でなんとかしよう。剣豪を使った時が妙にうるさいんだよね。ジャジャジャーンって一気に来るから。ライフ数いくつだったか見るの忘れちゃった。なんか変な付け方したね今。中身が見えちゃう。武器経験値もあぶれそうだな。なんかに使っておかなきゃ。よし、じゃあもう一ステージぐらいやってと。大冒険の始まりよ。1ウェーブ目からライフが12。手前の雑魚すら落とせなかったか。まあ当たらないからいいんすけど。ミリオネアでも蹴っておくか。12で。単純に硬いだけでライフ持ちじゃないか。あれ、それともライフ数隠れてる。うん、硬いだけだね。うん、だったらやりようはいくらでもあるね。ライフ数多いのってね、単純にめんどくさいからね。貫ける数には限りがあるから。だいぶやりやすいステージだね。じゃあここ
もあれかな、レア的で、あのたい焼き組んでたりするのかな。とりあえず1週間、うん、アニバ系ステージ謎の編集、ここら辺を回っておきましょう。討伐ボスは、どっちがいいかな、だよね。アニバコインもこっちで出るし、他のアイテムもあるから、あとポスターと、討伐ステージ、このケーキのやつ、どっちで取るかだよね。こっちでは出ないやつかな、あれは。迷いどころだけども、まあ両方回るのがいいですね。さて、ドレス1個作れるぞ。何パーのにしようかな。じゃ30%とか入れてみるか。55%、果たして大成功出るか。どうしようかな。乱入率アップとかかな。これは金箱アップか。まあ何でもいいかなって感じですね。はい、残念。ということで今日はここまで。また明日。